はいどうもこんにちは、グッドカーライフチャンネルのゼビタです。ということで今回はマイナーチェンジを行ったマツダ CX-5 のスポーツギアモデルフィールドジャーニー、こちらの内外装を詳しくチェックしていきたいと思います。 CX-5 といえば多種多様なグレードを用意する中型クラスの人気 SUV、 そんな1台が昨年11月にビッグマイナーチェンジを行ったわけですが、今日は新たに加わったスポーツギアモデルの内外装をじっくりレポートします。お借りしたのは 20S のフィールドジャーニー、車両金額は323万円、ボディカラーはジェットブラックマイカになります。メーカーオプションは地デジチューナーと 10.25 インチのモニターがセットになった44,000円のアイテムを装着。なおフィールドジャーニーはキャラクターの特性上4駆モデルのみ、それなのに323万円ですから、なかなかコスパのいいグレードと言います。ではまずマツダ CX-5 フィールドジャーニーのエクスリアを見ていきましょう。フロントマスクは各部の衣装を刷新、マツダのデザインフィロソフィー鼓動デザインを最新世代へシフトすることで従来よりもリフレクションが引き立つ造形へ変わっています。リフレクションといえばマツダ3を思い浮かべる方も多いと思いますが、まさにその通り、ヘッドライト下のヌメッとした印象がそっくりで SUV 版マツダ3といっても過言ではありません。デザイン変更を受けたロッカー部の印象も相まって、マイナーチェンジ前よりも艶やかでスタイリッシュなフロントフェイスに仕上がっていました。ブランドアイコンとなるシグネチャーウィングも衣装をチェンジ、今までよりも面で見せる造形に変わったことで力強さが倍増しています。それと同時に変更を受けたフロントグリルもスポーティーな印象から立体的でたくましい印象に変わってありました。その中でフィールドジャーニーの特徴といえば各部に入った専用加色、まずフロントグリルは CX-5 の中で唯一ツヤなしのブラックとなります。質感を求めるならツヤありかなと思う一方で、ギア感の強いフィールドジャーニーにはぴったり合っているとも言えますね。そして左サイドにはライムグリーンのアクセントパーツを装着、濃色系のボディによく入るのが特徴です。ちなみにシグネチャーウィングに関しては L パッケージやプロアクティブと同じ通常のクロームメキになっています。ロッカー部に与えるシルバー塗装のガーニッシュも専用品、アンダーガードを模した特別アイテムでたくましい表情を生み出しています。ヘッドライトは全車フル LED、 デザイン変更によって全体のバランスも良くなりましたし、 L 字のシグネチャーや LED ウインカーなどもマイチェーンモデルのいいところ。さらにアダプティブ LED ヘッドライトは性能を向上、これまでは12分割だったハイビームのユニットを20分割に細分化して照射精度を高めてあります。しかもアダプティブ LED ヘッドライトまで全車標準装備ですから、これは嬉しいポイント。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4575mm、 全幅 1845mm、 そして前高は 1690mm となっています。従来よりも長さはプラス 30mm、 幅も 5mm アップ。ミドルサイズ SUV にしては比較的コンパクトな CX-5 ですが、今回の改良でわずかに大きくなって伸びやかな印象が強くなりました。とはいえボディを黒で装うと塊感も出ますし、少しやんちゃな雰囲気も漂うのが黒のいいところ。膨張色の白とは違った表情も垣間見えて、これはこれでありだと感じました。フィールドジャーニーのドアミラーカバーはグロスブラック仕上げ、ブラックトーンエディション、スポーツアペアランス含め3グレードだけに与えられる特別加色となります。ただし黒のボディカラーを選択するとほぼわからなくなってしまうのが玉に傷と言えるでしょう。そしてピラーガーニッシュはツヤなしのブラックとなります。フェンダーアーチモールおよびサイドシルガーニッシュは樹脂パーツで構成、ただしフィールドジャーニーはシルバー塗装のガーニッシュを当てて特別感を出してあります。樹脂パーツによって SUV 本来の無骨な印象も感じるんですが、シルバーの加色がいいアクセントになっていますし、スタイリッシュなフォルムに一役貢献。特にどのカラーを選択してもシルバーガーニッシュは目立つでしょうから、フィールドジャーニーを所有する満足度にもつながりそうです。足元には17インチのアルミホイルを装着、テンスポークのデザインはプロアクティブやスマートエディションと共有していますが、グレーメタリックのカラーリングはフィールドジャーニーの特徴となります。上位グレードの19インチに比べると少し寂しい印象はある中、17インチにあえて落とすことで走破性や実用性を確保、その証としてオールシーズンタイヤの横浜ゴムジオランダーを装着していますし、キャラクターに合ったタイヤホイールの選定がなされていました。リアを見ていくと、こちらも各部のデザインを見直し、まずテールランプの形状はこれまでよりも立体的になっています。全体とのバランスも良くなったほか、落ち着いた雰囲気をもたらすのもデザイン変更の賜物と言えるでしょう。そしてバンパーデザインも今回のマイナーチェンジでリファイン、左右に与える反射板は従来に比べてコンパクトになっていますし、配置もわずかに変更しています。またバンパー全体の衣装を変えることで力強さもアップ、
しかもフィールドジャーニーに関しては後ろにも専用のガーニッシュを与えるためタフネスな印象がさらに強くなっています。今回のように黒のボディカラーを選択した場合、無塗装の樹脂パーツが目立たない上にシルバー塗装のガーニッシュはさらに存在感を強めます。ということはフィールドジャーニーと黒の相性はかなり高いと言えますね。マフラーカッターは左右1本だし、スポーツアピアランスやエクスクルーシブモードに比べると小ぶりなテールカッターではありますが、しっかりと排気口が見えるのは好印象。しかもメッキ加色の入ったマフラーカッターを与えて質感を出しているのもいいですよね。リアの透過類もフル LED。 今回のマイナーチェンジで待望の LED ウインカーが入ったほか、シグネチャーランプの形状も刷新しています。 L 字のライティングはアイコニックでスタイリッシュですし、これまでのデザインにも引けを取らないかっこよさがありますね。そしてフィールドジャーニーは4駆のみの設定なので、右サイドにリアフォグランプを装着。ちなみに4駆だけに備える装備は他にもあって、ヘッドランプウォッシャー、フロントワイパーディアイサー、ウォッシャー残量警告灯などを装着。降雪地域ではどれも必要不可欠なアイテムです。ナンバー灯も LED で2灯式になっていました。続いてはフィールドジャーニーのインテリア全席からチェックしていきましょう。まずドアトリムに関しては、ここデコレーションパネル入ってますけども、結構無機質な、まあ、普通のブラックガンメタのような感じですかね。このパネルが入ってます。上位グレードとは若干差別化が図られています。でこの辺りもサテンクロームの加色などはなくなってます。ただインナードアハンドルであったり、このドアスイッチのベースの部分、ここはちゃんとピアノブラックになってますから、まあ安っぽいという感じはしませんね。でここもちゃんと合成比較使ってありますし、でシートに関してはこれはフィールドジャーニー専用のグランリュクスと合成比較のコンビタイプになってます。ここのヘキサゴン形状のテクスチャーが入っているのがポイントですし、ライムグリーンのパイピングであったりステッチなんかも非常におしゃれかなと思います。でウレタンコードはまあ他のグレードと変わらず結構固め。でこれもスカイアクティブビークルアーキテクチャに基づいてシート設計がされてますから、骨盤からこう脊柱にかかるこの荷重をうまく分散させることによって頭の揺れを抑えるっていうことをやってます。まあ、ここが綺麗に脊柱が S 字カーブを描くっていうのがポイントになってますけども、だからねこのシート形状も含めて本当ね CX5 は運転疲労かなり少ないです。パワーシート入ってますし、シートメモリーもちゃんとついてます。助手席はねマニュアルになってます。いや意外とでもこれいいですよ本当。だって4駆でこのグレードで323万円という金額で買えますから、なかなかお値打ちプライスじゃないですか。うん、まあ上のグレードも安いですけどね、あの中身を考えたら。ステアリングはあこれ上位グレードと同じくちゃんとスムースレザーになってます。こう引っかからない感じの本革が使ってあって、質感はめちゃくちゃいいです。でメーターに関しても同じく7インチの TFT 液晶が入っているマルチスピードメーターになります。ですからここのスイッチを触ることによって真ん中の情報は変わりますよと。でヘッドアップディスプレイも入ってますし、今回のモデルは 10.25 インチのディスプレイがオプションで入ってますけども、これつけなくても 8.8 インチはもともと標準装備ですから、画面サイズにこだわらないんだったらそっちでもいいかなと思います。ただこのくらいの車格になってくると、正直横幅これでもちっちゃいかなと思うくらいなので、まあこれ地デジとセットで4万4000円のオプションだったかな、なのでそんなに高くないので、これはおすすめします。つけることおすすめします。で360度ビューモニターのスイッチはここにあって、これを押すことでバードビュー、それから今はフロントの映像が表示されてますけども、これリバースに入れると今度はバックビューに変わります。しかも画質もいいですから、これありがたいですよね。周囲の安全確認非常にしやすいです。で質感に関してはこの辺りはちょっとねベタっとする感じのラバーが使ってありますけども、完全ハードプラではありません。ここハードプラです。でここもソフトパッドですし、こことここで質感は若干変わってます。で金属調の加色が入っている中に、これフィールドジャーニーの特徴としてライムグリーンのアクセントパーツが配されています。これで一気にシートとの統一性が出て、さらにこのアクティブ感が出るというかギア感が強くなりますよね。そしてデコレーションパネルは同じくドアトリムと一緒で、こういうガンメタのものになってます。
あと機能的なことで言うと、実はこれステアリングヒーターとシートヒーターはちゃんと入ってます。デュアルのフルオートエアコンになっていて、あ、この車はワイヤレス充電ついてませんけども、おそらくこれもオプションで装着できると思います。今回のマイナーチェンジでワイヤレスチャージャーがつきました。でその奥にはシガーソケットが一口あります。でニーパッドはね、これ残念ながら入ってないんですよね。この辺りはもうグレード的にコストダウンしてありますけども、完全ハードプラっていう感じです。で電動パーキングとオートホールドも入ってます。ただしオートホールドに関してはこれメモリー機能ありません。これがね、だから今後のマツダ車で期待したい部分ではあります。でカップホルダーがあって、アームレストはこんな感じでブラックになってます。ここも合成比較ですよね。もう見てもらったら分かるように沈んでますよね。で中を見ていくとトレイがあって、で収納スペースがある。でこの辺りにインターフェースが並んでる。まあこれは他のグレードと共通です。変わってません。でグローブボックスに関しては中はこんな感じでハードプラになってます。これが上位グレードになるとここも植毛仕上げになったりとか、あとは最上級のエクスクルーシブに関しては照明が入ったりします。まあただこのグレードはプルアクベースなのでそこまではやってありません。でミラーに関してもこれ気になりますね。やっぱこのでかいフレーム、例えばフィールドジャーニーとかスポアピとか買ったらこれだけちょっと部品発注したいなと思うくらい、ちょっと不細工ですよねこれは。うん、スタイリッシュに決めるんだったらエクスクルーシブのフレームレスが理想的ではあります。ということで照明に関しては室内、これルームランプは LED になってます。若干形状が上のグレードとは違ってますけども、ちゃんとでも LED になってます。でオーバーヘッドコンソールもあります。でバイザーに関してはチケットホルダーミラーがあって、ここに照明が入ってます。リアのドアトリムはこんな感じになってます。ちょっともう雪が降ってきました。で質感はまあフロントと基本変わってませんよね。デコレーションパネルもガンメタのものが入ってますし、ここもまあ黒なので分かりづらいですけども、ちゃんと合成比較になってます。でアッパーポケット、そしてドアポケット下側もちゃんとついてます。でシートはこれ同じです。これも同じです。合成比較とグランリュクスのコンピタイプで、さらに後ろもちゃんとパイピングとか入ってますね。手抜き感はありません。ヘッドレストもちゃんとステッチ入ってますし、なかなかいい感じじゃないですか。毎回言ってますけども、本当乗り降りしやすい。これだけ開口部広いですから、このクラスとしてはトップレベルだと思います。はい、乗り込んでくるともうおなじみですけども、運転席は私の身長175センチに合わせた状態で、2ルームは拳が3つ程度となってます。まずまずの広さがあります。でつま先もシート下に入りますし、窮屈感は全然ありません。でちゃんとねこうやってシートも、まあ、ちょっと短いところはありますけども、でもこの形状を見てください。この独特のこの左右席に関してはちょっと座面の長さを増やしてるんですよね。だからそういう意味では、まあ、ある程度後ろもちゃんと膝裏まで来るようにはなってますけども、まあ、横を言うんだったらもうあと半個分くらいあれば最高だったかなとは思います。で機能面 もう他のグレードで紹介しますけども、一応おさらいとしてシートバックポケットがあって、でエアアウトレットがある。でちゃんとサテンクロームの加色も入ってる。でさらにセンターアームレストがあるのは当然ですけども、ここにはカップホルダーに加えてシートヒーターもついてます。これがありがたいですよね。320万円の SUV でありながらリアシートヒーターまでつけてくれてる。これがやっぱりちょっとアウトドアにも使うことを想定されてるかなと思うんですよね。もう冬場、例えばスキーであったりスノーボード行った帰りに車内冷えてるわけじゃないですか。まあその中で前の人はシートヒーターでぬくぬくかもしれませんけども、後ろ寒いみたいなことがたまにあるんですよ。でもそうならなくて済むっていうのはこのフィールドジャーニーのいいところです。あとここにストレージボックスがあって、 USB これタイプ A ですね。このポートがついてます。あとは室内の照明、これも後ろもちゃんと LED になってます。でついでにちょっとここでご紹介したいんですけども、これ紐があるの分かりますか。これを引っ張ることによって、じゃーん、真ん中だけこうやって倒すことができます。ですから後席は4対2対4の分割可動になってます。
だからさっき言ったようにスノーボード行く際は、まあ、基本キャリアを積むことをベースに考えてほしいんですけども、ただ大人3人くらいであればこの真ん中センタースルーしたり、まあ、最悪4人でも頑張ったらいけるかな。無理やり板をこう真ん中に乗せて、でそうなるとキャリアいらずで板も一緒に積んで、で人間も4人運べるっていうことですから、実はねこのセンタースルー機能って重要なんですよ。じゃあラストラゲッジスペースになります。この車鍵を持った状態でバンパー下にキックモーションしてやると開きません。というのも実はこの車パワーリフトゲートはついてるんですけども、ハンズフリーの機能はオプションになってます。でもフィールドジャーニーであってもオプションで確か2万2000円かなで付けられるので、まあ私のおすすめは安いのでもう付けるべきだと思います。それだったら鍵を持った状態でキックモーションすれば開くの で開くだけじゃなくて閉めることもできるのでさらに利便性上がりますし、ウィンタースポーツとかする際は板持ってそのまま車に近づいてでキックモーションして開けるっていうこともできますから、これは機能性考えたら付けるべきオプションではあります。なのでまあ普通にここのスイッチを押して今回は開けますけども、でもパワーリフトゲートに関しては標準装備ですから、これもこれで嬉しいですよね。で荷室に関してはこんな感じになっていて、容量は通常時で505リッターになります。まあ何度も言ってますけども、ボディサイズが4500ミリちょっとなので、ちょっと他のまあ、ミドルサイズ SUV に比べると短いです。その分ラゲッジ容量も若干犠牲になっちゃってますけども、まあでも日常的に困るスペースではないですし、ここに例えばブーツ置いたりとか4人分ブーツ置いてウェア積むっていうことは全然できますから、だからアウトドアに使う際に困ることのないレベルではあります。あとフィールドジャーニーの特徴として、もうこれ見た瞬間に気づいた方いると思うんですけど、実はこれリバーシブルのデッキボードになってます。通常はこっちのフェルトの方を向けておくと荷物傷つかないとかそういう利点があるんですけども、一方でアウトドア行った時にこっちにしておくと汚れもつくし、で濡れちゃったら嫌だっていうことが全然あると思うので、そういう際は裏返しにしてこっちの防水加工がされているボードにしておくと、これで濡れたものを置いても全然へっちゃらっていう。でしかもちゃんとねここわずかにですけども水がこっちに垂れないように段差ができてるんですよ。これ細かい配慮ですけども、だから多少の汚れたものであったらもうこの上だけで完結しますし、あと家帰ってから拭けばそれでもう何事もなかったかのように綺麗になります。あとはデッキボード、実は今回マイナーチェンジで若干変わってるところで、これね1段下にこうやって下げることができるんですよね。ちょっと片手じゃねなかなかやりづらいのは正直なところで、この2分割のデッキボードはあまり私的にはいいなとは思ってないんですけども、これで入るかな、こんな感じでぴったり収まって、でこれ1段下がりました。だいたいまあ 2,3 センチ下がるかなっていうところですけども、まあ、こうやって使うことも全然できますよと。ただ今回デッキボードがこれ上の段にセットできるようになったことで、ここがスライシーになってるんですよ。だからベンチ代わりにこうやって腰掛ける際なんかは、今までだったらちょっと段差があって頑張ってここに腰を掛ける人があったんですけども、そうじゃなくてこの奥の部分までちゃんと腰掛けられるっていうのが、実はこれ細かいですけども今回の改良でできるなせる技になります。あとねこれフィールドジャーニーの特徴として、実はアンダーボックスが防水加工になってます。まあこういう1枚ねこのカバーが敷かれてるんですけども、これによってブーツとかをここに置いたとしても、ほんとさっき言ったように家帰ってからさっと拭いてあげればもう何事もなかったかのようにいつも通りの綺麗な空間に戻ります。これはね他のグレードでも欲しい方いるんじゃないでしょうか。フィールドジャーニーだけの特権になるんですけども、ディーラーオプションでこういうマットは販売してもいいかなと思うくらい、これ結構機能性としては優秀ですよね。であとはユーティリティをご紹介します。もうね全部動画見てくださってる方は同じことばっかりを聞いていてもう飽き飽きしてると思うんですけども、ここシガーソケット1つあって、でラゲージ照明がここにあります。これ LED になってます。フィールドジャーニーもちゃんと室内灯は全部 LED になってます。
で、リアシートを倒す際はここにワンタッチホールディングのレバーがありますから、これを引っ張ってやるとガバッと倒れると。これも便利ですよね。機能性非常に高いです。ちょっとじゃあトノカバーを外してどんな感じか一回見ましょうか。はい、ということで今フルラゲッジの状態にしました。ちょっとねこれやっぱ裏返すのとか結構手間かかります。でトノカバーは今出してますけども、あのスポーツアピアランスの動画ではこれしまえないって言いましたけども、ごめんなさい、私の勘違いで、このサイドのパネルを外してあげて、でこの床下にしまえるようになってました。ちょっとやってみましょうか。これサイドのパネルを外しますよと。はい、ちょっとね難しかったので、もうさっきのシーンは割愛しますけども、こんな感じでぴったりと収まります。スポアピーの動画では収まらないって言ってすいませんでした。ということで収まります。でラゲッジを見ていきますけども、全部倒すとこんな感じで、今回デッキボードが上がったことによってつなぎ目の段差もなくなったし、おそらくこれ鉱石のクッション圧であったりシートバッグを工夫したことによって傾斜もね少し緩やかになってると思うんですよね。もうちょっと前のモデルは傾斜あったので、だから結局それによって車中泊がすごくしやすくなったなと思います。もちろん荷物積む時の積載性なんかも上がってますけども、これだけの長さあったら車中泊は全然できますから、だからその際にこのフルフラットの加減っていうのはすごく役に立つかなと思いました。ということで今回は CX5 のフィールドジャーニーのご紹介でした。で前回はスポアピとエクスクルーシブ紹介してきて、それぞれパワートレーンも 2.5 リッターのガソリンと 2.2 リッターディーゼルでしたけども、実は今回は2リッターのガソリンエンジンになります。ですからもう CX5 コンプリート、これでパワートレーンに関してはコンプリートします。ぜひそちらの試乗インプレッションもご覧ください。というわけでマツダ CX5 フィールドジャーニー内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買えるのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。